山川穂高の服、反省してない。山川穂高さん御用達 FR2 のブランドロゴ。このブランドって山川以外にどういう人がターゲットなんだ。ラッパー、偏見。くさ、誰が買うんだよ。こんなの着て取材受けてるのか、反省ゼロやん。強制わいせつ事象の話が出ている時にこんなん着るんか。わいせつな T シャツで草。清田が記者に突撃された時、マックの T シャツ着てマックシェイク持ってたって話マジなん。どんな思考回路してればこんな服選んで外歩くんやろか。やっぱこれが一番おもろい。ほんま好き。女子へのプレゼントに向いたぬいぐるみもある。山川ってファッションに品がないな。なんか汚いわ。山川がかわいそうに思わんか。女ファン探してるのかな。チビなら完全に半グレにしか見えない。成金ジジイファッション。ギャーさんやんけ。でもさ、ワンちゃんバレないんじゃないかって思っちゃうような。思っちゃわない。いっそ WBC でさよならホームラン打ってくれてたら面白かったのに。その世界戦でどうなったか見たかった。犠牲フライのとこホームラン打ってたらどうなってたんやろな。大谷翔平も私服がダサくて有名だったが、ド級スタイルにはいかずに済んだ。ダサいな。